教会の本拠地であるロンドン、リージェンツ・パークのセシル・シャープの家英国民族、舞踊民謡協会は、1932年に民謡協会と英国民族舞踊協会が合併してできた団体。1935年に保証人による有限会社となり、イングランドとエールズで1963年に慈善団体となった。民謡協会は1898年に、 ロンドンで設立され、特に公式に限定があったわけではないが、主にグレートブリテン島とアイルランドの民謡を収集して出版することに焦点を当てた活動を行っていた。参加者には、ルーシー・ブロードウッド、ケイ・トリー、セシル・シャープ、レーフ・ボーン・ウィリアムズ、ジョージ・バター・ワース、ジョージ・バーネット・ガーディナー、ヘンリー・ハモンド、アンギル・クライスとエラレザーがいた。 英国民族舞踊協会は1911年にセシル・シャープが設立した団体であった。モードカープルズが指導的役割を担っていた。団体は、モリスダンス、剣舞伝統的な社交ダンス、そしてジョン・プレイ・ォードが出版した舞踊の解釈などを保存・普及させることを目指して活動していた。英国民族舞踊民謡協会が行った舞踊と、 火曜の民芸運動における最大の功績の一つに民芸祭が挙げられる。1940年代のストラトフォードアポン、英文祭りに始まり、それ以降のウィットビー、シドマス、ホルムファース、チッペンハーム、その他都市の祭りへと広がっていった。民芸運動を支える団体の数が多くなり、教会の活動も根付いてきたことから、1998年から、 教会は教育と記録活動を中心に据えた。ボーン・ミリアムズ記念図書館をイギリスの民謡、民族舞踊の記録施設にすることを目指している。2011年には、シュルーズベリー民芸祭と共にセシル・シャープププロジェクトの共同委員に参入した。これは、様々なアーティストが参加して、セシル・シャープの生涯と収集品をもとに、新しい作品を創作するプロジェクトである。 多くのアーティストが参加している。1936年以降、教会は毎年少なくとも4回、イングランドの歌と踊り、イングリッシュダンスソングを出版している。これは英国内で最も歴史の長い民族音楽、舞踊、歌謡に関する雑誌となっている。イングランドの歌と踊りは、教会の会員のみならず、より多くの民謡や民族舞踊の愛好家の興味を、 増進することを目的としている。教会が定期的に刊行している学術誌は毎年12月発行のフォークミュージックジャーナルフォークミュージックジャーナルである。1965年までは英国民族舞踊民謡協会誌ジャーナルオブザイングリッシュフォークダンスソングソサイティーと題されていた。この雑誌は内容的に母体となった2つの団体が世に出していた。 ジャーナルオブザ・フォーク・ソング・ソサイティとジャーナルオブザ・イングリッシュ・フォーク・ダンス・ソサイティを引き継いでいる。出展。ありがとうございます。